でも、マイケルでな、距離取ってきて。誰もがそう思うと思うんですけど、まあ、勝てないと思う、負けることはない。去年経験したことを生かして自信持っていきたい。今年こそは勝利を目指したいですね。両親たまたま行けなかったんですよ、前回。できれば次の試合は見たかったから、勝って欲しかったんで。やりやした。優勝したら何欲しい？学生やねんからな、勉強は基本やろ。成績が落ちたり勉強がおろそくなるようなことがあれば、うん、やめさせない。学校での反応はどうでした？何にもなかったです。弟の優勝回数多いんで、空手の時は勝たないかも。一番の敵は減量。